おっしゃ、来たぞ。プラスブレード。おっしゃ。ダイソーのね、100円スピナーベイトに、ジーニアスプロジェクトのプラスブレードをつけたら、綺麗なバスが来てくれましたよ。はい、じゃあ引き続き。夕方になってね、魚の活性も上がってきてるとは思うんですが、まあね、キラキラを、よりキラキラさして、ほんでゆっくり巻いてたら、巻き始めでゴゴゴゴンと。お、いや違うか。結構ね、お盆明けってことで、とずらっぱらで想定してたよりは全然ね、数が釣れないでいるんですけども、まあちょっとこういう苦戦した状況で、まあこれね、投げやすいね、ジーニアスの。今日ね、シャロースプールに14ポンドを巻いて、なるだけね、トラブン内でいろんな軽いミノーからこういう抵抗のあるスピナーベイトみたいなのまで、いろいろ投げてみようと。あ、とと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 、投げるのは OK だったけど。えいしょ。OK、OK。なんだっけ。投げ心地はね、非常に今のは自分で上をね、引っ掛けちゃったんだけど、プラスブレードでね、キラキラをアップさせて、ちょっとね、少しここら辺浅くてもそこ見えるぐらいのはずなんだけど、濁ってしまっているので、まあブレードのきらめきをさらに増やして、ほんで投げてみてます。ダイソーのスピラベ投げやすいな。ただね、フックがなんかイカチ、これ刺さんのかなみたいな針がついてるんで、フックシャープな、もしくはそうですね、トレーラーフック装着した方がいいかもしれないですね。プラスブレードは、プラスしたからって言って、変に巻き抵抗が多くなるとか、そういう感じじゃないんで、ほんと味変というか、通常のスピナーベイトより、まあ、どちらかっていうとね、これつけてからほんと枝拾ったり、根掛かり全然しなくなったから、自分の場合は根掛かり回避性能アップ、プラスちょっと、目立ちみたいな感じで投げてみてます。おっと、あー来たぞ。パターンか。プラスブレードつけてから結構食うようになったよ。おい、プラスブレード。おー、ダイソーやる。あー、ユーマズメ効果かな。プラスブレードをつけたダイソーの100円のスピナベが大活躍してくれてます。おほほほほ、レンチャン、流し出してすぐだったな。はい、じゃあ逃がしてあげます。ありがとう。はい、タックルは引き続きですね、ジニアスプロジェクトのプラスブレードを装着したダイソーの100円スピナーベイト、ほんでもってジニアスプロジェクトのグラビアス2020モデルに赤い謎のグラスコンポジットのサオフロロの14ポンドです。じゃあ引き続き投げていきます。はい、というわけで帰ってきました。この中にね、使ったルアーとかがいっぱい入ってるんですけども、早速開けていきたいと思います。このねケース、なんとなく買ったんだけどね、ちょうどサイズが便利でプラグ用に使ってるんですが、はい、まあいろいろ入ってますが、今回作ったのがこれだな。これと
これ。はい、こんな組み合わせっていうことで、ダイソーのね、これね、100円のスピナーベイトね、この前ね、釣り具屋さんじゃなくて100均のダイソーですねにちょっと買い物しに行った時に、ルアーコーナー非常に充実しているダイソーで、で、あ、スピナーベイトあるじゃんと思って、なんとなく買ったね、これですね、2個買っても200円、ね、もしこれ爆釣したら、あ、何個か複数個持っておきたいな。で、2個買ってもね、このね、1個100円だからね、200円で済むっていうね、とんでもなくね、便利な、ダイソーですけども、こんな感じでね、ハードルアー、スピナーベイト、スピナーベイトのフックにソフトルアーが取り付けられます。一定の速度で糸を巻いてください。杭など障害物にルアーを当てると不規則な動きができます。根掛かりしにくい構造です。というようなね、感じのね、詳細な説明が書いてあって、ダイソーっていうことで、ね、はい、これなんですけども、100円なんでちょっと気になるところ、フックどうなのよっていうところなんかちょっと気になりますけども、結構ね、太軸なんで、で、返しもね、結構ね、がっつりした返しがついているので、ただね、バイトしたやつは比較的ちゃんとサクッとね、刺さってくれてるな。使ってるうちにちょっとなめってきたりする可能性はあるので、まあフックシャープナーとか、あとは後ろにトレーラーフックなんかをつけるとさらにね、かかりは良くなるんじゃないかなと思いますが、今回はですね、ダムコのスピナーベイトっていうことで、トレーラーフックつけないで、まあ立ち木の際とか、障害物の際とかね、あんまり引っかからずに、引くためにですね、トレーラーフックはつけないでそのまんまの状態で、ね、使いました。で、ダブルウィーローリーフがついてますね。こんな感じで金色ので、この金色もね、お高いスピナーベイトと違ってなんかちょっと鈍い感じの、ね、こんな感じの色なんですよね。これはこれでまた味変でいいんじゃないかなって、金色なんだけどもそこまでキラキラしきっていない、なんか天然のちょっとエイジング加工がなされたような、そんな感じのですね、やつで、まあここら辺のね、サルカンなんかも、結構、まあ、安いだけあってこういう感じのね、餌釣りかっていう感じのサルカンがついてるんですけども、必要十分、しっかりくるくる回ってくれますっていうのと、あとね、ここがねこういう仕様になっているので、スナップが、すぐ、つけられるので、例えばそうですね、ミノーとかクランクとか引いていてスピナーベイト投げたいっていう時にすぐにつけられるね。で、まあ、今回は、せっかくね、これね、手に入れたんで、プラスブレード、ジーニアスプロジェクトのプラスブレードつけてみようなんて思ってですね、つけてみたところ、まあ、チューニングパーツなんだけどね、やっぱね、ここ、ボールベアリングのスイベルね、ちょっとお高めのやつがついていたり、ここもダブルクレーンのね、サルカンがついていたり、やっぱりね、こうしてみると細かい部品、ね、随分違うもんだなと思いますが、まあね、どっちも活躍してくれて釣れたっていうことで、で、使い方なんですけども、動画の中でもちょいちょいやってるんですが、これだけね、こうやってはめるだけなんですけども、はめることによってこういうちょっとデルタ形状のワイヤーが形成されて、で、まあいろいろね、これのきらめきがとかいろいろ語っておりましたが、動画の中で、一番のねポイントは、このデルタ形状が形成されることによって、ただでさえ引っかかりづらいスピナーベイトがさらにですね、こう障害物回避性能、ガード力が上がるね、きらめきガードみたいなのがつくっていうことで、非常にこれがですね、うまいことね避けてくれるんで、最初はどうかな、もうこれ、つけてるから、まあ100円どころじゃないぞって、ちょっとねお高いスピナーベイトになってるぞっていう感じで躊躇して投げていたんですけども、あれと思ってね、まあ1日なんとなくタイミングで投げてみて、ほんと根がかんないなっていう、あ、
へえと思って、だから立ち木とかあとは岸際の結構タイトなところに投げ込もうっていう気がね、パワーアップするんですよね。これによってちょっと際どいところに入れ込められるようになって、結果そういうところにバスもいるからよく連れてくれるっていうことで、まあアピール力アップっていうのもあるんですけども、これによって根掛かり回避スーパースピナーベイトに変貌するっていうね、こういう感じをねすごいね感じて便利だなと思って使ってみておりました。だからまあこのプラスブレードをご紹介するときにね、やったようなあのなくしたくない、あの例えばこういうビーブルとか、まあ、ちょっといい感じの高級なスピナーベイトとか投げるときも、例えばこのプラスブレードをつけることによってより根掛かり回避性能なんか上がるかと思うので、そういった意味ではですね、そういう要素もあるチューニングパーツだよっていうことで、でまあこれにもつけられるし、よしビーブル投げようって言った時はもう外して、これ投げたい時にこうやってねかけるだけでもすぐね、できるんで、それによってまあこのダイソーのスピナーベイトはここがアイみたいになっているから、あの最初からスナップつけられるんですけど、こういう通常の形のスピナーベイトもですね、こうあビーブルの場合このブレードがあるからスナップつけられるのかな、まあなんだろう、こういう感じですぐにスナップがつけられるように、なりますっていうね、これが一つポイントになってくるんですが、あのね今回釣った時スナップ使ってないんですよ。これにこうつけて、で糸をそのまんま結んで投げてたんですね。まあそういう感じだったらどうだろうって、最初はねスナップつけて使っていたんですけども、直結で使っていたところ、あこれはねスナップつけてた方がいいな、ここをスナップつけないでただ結んであるだけだと、たまにこうキャストでバーンってぶつかった時とかにこうね前の方にね外れちゃったりすることがあったんですね。で、あ外れてると思ってこう付け直してキャストしてっていう感じで釣りを進めたんですけども、あちょっとねそれがねせっかく の快適なね性能があれ一回付け直す手元にルアーを手繰り寄せるって動作が増えてしまうので、小型で丈夫めなねスナップをつけてで投げた方がここが外れないからいいのかなっていうのは感じました。まあもしくはこのモードでもがっつり行くぜって時はここにさらになんだろうスプリットリングでもつければまあそのまんまボックスの中に入っていってこうすぐ取り出して外れずに投げれるようになるのかなっていうのは感じました。まあただねしまう時にこのデルタ形状ですごいかさばる状態になっているので、基本はねこうやって常に外せる状態にしておくと結構ねコンパクトにしまえるので、まあ基本は推奨の、まあ、スナップ使いの時にスピナーベイト投げたくなった時にこれをつけると、まあきらめきはもちろんね追加されるし、それとあとは根掛かり回避性能が、ものすごく高くなるよっていうね、こんな感じで使うといいんじゃないかなと思います。で、ダイソーのスピナーベイトはたまたまねパンパンって釣れてくれたからですが、よく釣れますね、これは使ってみてね、ほんとねなんかちょうど投げやすいね重さなのかな、なんかね、自分の使ってるタックルでは非常に気持ちよくバランスよく投げることができたなっていうことで、じゃあタックルなんですけども、タックルがはいこれね、これまたちょっと新しく手に入れたですねジーニアスプロジェクトのグラビアスっていうね、ベイトリールのギア比が 6.6 のものね、これに、グラスコンポジットの竿で、これ謎の赤い竿とか言ってるんですけども、ほんとね中古釣り具屋さんでたまたま見つけて、で5,000〜7,000円しなかったんじゃないかな、非常にね安く買うことができた竿なんですけども、まあ、グリップも比較的富士の最新のものが搭載されていて、で多分ですけどもこのガイドがねもう根元から先端までびっちり、これ多分ね
トルザイトリングがね使われてるんじゃないかなっていうことで、でこの昇降機のマイクロガイドが先端までびっしり配列されていて、あとね竿の曲がりが非常にちょうどいい、あの自分の投げたいルアーがねよく投げれるっていうことで、この組み合わせでどうかなと思って、でこの竿にね当初あの大好きなシマノの例えばカルカッタ DC200 とか、あとカルカッタ BFS とかですね、そういった、リールをつけてやっていたんですけども、せっかくねこれグラスコンポジットで軽快な軽い竿なんだけど、ちょっとね手元重心になりすぎて、まあ、それはそれでどっしり安定した巻きができるんだから気に入って使っていたんですが、あこういうねやっぱアンダー 200g、 これ 170g ぐらいですけども、こういったリールで組み合わせたから非常にねこう手首のスナップとかを生かしてバックハンドキャストとかですね、サイドキャストとか、あ非常にねなんかスパンスパン投げたくなるようなね、やっぱ軽い竿にはね軽いリールセッティングした方がいいのかななんて久しぶりに思いましたけどね。でその 200g 超えてくるようなカルカッタコンクエストとか、ああいったリールはもうちょっと重めのね、ものが投げれる丈夫なもう少しごつい竿につけると、それはそれでまたこう手元にねグッとバランスが来てですね投げやすいので、まあ自分の持っている竿の中でいくとあのタトゥーラエリートとかですね、ああいう竿につけると非常に重心が手元に来て投げやすいので、今ねあのカルカッタ軍団はそういったちょっともう一個ね丈夫めな竿に組んであります。で今回ですねせっかく手に入れたんで初めてですねグラビアスのローギアのもの、今一番ローギアなものをつけたら投げやすい、で浅溝スプールと深溝スプールがついてくるんですけども、今回はこれミノーとかで当初ね、投げ込もうって思って組んでいったので、浅溝スプールの方にフロロカーボンの14ポンドライン、これを目いっぱいではなくてスプールの半分ぐらいまで巻いて、それでね投げ込んでいるんですが、本当ねスルスルスルーとね飛んでくれるので非常にね投げやすかったなっていう感じで、まあこれ使いやすいですっていうところと、ポイントはねダイソーの100円のスピナーベイトでもまあまあまあよく釣れてくれるなっていうね、まあトズラッパラがねあの解禁されて、まあしばらくは経ちましたが、そんでまあお盆明けのタイミングで行ったのでどうかなって思ったんですけど、最初ね結構ね数時間釣れなかったんですよね。あれさすがにお盆のプレッシャーでちょっと厳しいのかななんて思ったんですけど、まだまだねこういったね釣ってみたいななんていうルアーですごいバスもフレッシュに反応してくれるので、あいいやっぱ釣り場だなっていうことで、またねあの冬場にかけてもタイミングタイミングで定期的にね今トズラッパラどうなんだろうっていう感じで動画でお届けしていければななんていうふうに思います。9月もねちょっとトズラッパラ行こうかななんていうね予定がありますので、今回はね8月バージョンなんですが、また今度ね9月バージョンのトズラハラの様子なんかもお伝えできればいいななんていうふうに思います。というわけで本日の釣りコー TV はこちら、ダイソーのね100円スピナーベイト、これにねジーニアスプロジェクトのプラスブレードつけたらね快適にねバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。